皆さん、こんにちは。永瀬です。今回の動画は、おすすめ漫画紹介第19弾ということで、LINE 漫画で無料で読める作品をご紹介していきます。今回紹介する作品は、こちら。松井優生先生の書かれた、逃げ上手の若君という作品です。松井先生といえば、暗殺教室でおなじみの先生ですよね。そんな松井先生らしく、面白さ満載ながら、歴史に興味を持つきっかけともなる作品となっております。この物語の主人公は、鎌倉幕府執権、北条高時の息子、北条時行。彼は武芸や学業などの稽古は嫌いで、常に逃げ回っており、いつしか誰の手にも負えないようになっていました。そんな彼は、ある日突然の謀反で、故郷も家族も全て奪われてしまいます。もちろん彼も命を狙われる運命となってしまったのですが、時行は生き延びることに関しては誰よりも秀でていました。そして諏訪頼重の下で力をつけて英雄になる道を歩み始めます。この諏訪頼重というのは、もともと鎌倉幕府の、北条の家来で、高時が自分に何かあった時に時行のことを頼んでいた。見ると信用できる人でした。潔く死ぬのが当たり前だったこの時代に、何が何でも逃げ回り、仇である天下人の首を狙い続けた少年の物語。そんな彼が成長していくストーリーは、読んでいてとても引き込まれますし、歴史に興味を持つこともできる作品です。また、松井先生の作品らしく、至る所にコミュニティ要素もあるので、面白さも満載です。いろんな楽しみ方ができる作品、逃げ上手の若君。皆さん、ぜひ一度読んでみてください。それでは今回の動画は以上となります。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。